どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またお人形さんで遅れ毛の落とし方をちょっとやってみました。まあ今回は印象ですね。ここを下ろすとこういう印象になるとか、まあこういう風に下ろしてあげた方がバランスが綺麗とか、なんかそういうちょっとうんちく的なところを今日はやってみましたので、いつも遅れ毛を、下ろすのに お悩みの方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、これが遅れ毛がないバージョンです。まずまあ顔の輪郭がしっかりと出てきて、あとは横を向いた時に前髪とサイドの隙間が出てきます。じゃあ次にこの横の部分ですね、ここの部分を隠すように髪の毛を下ろしていきます。このだいたいまあサイドと前髪を隠すような感じでちょっと下ろしてみました、まあ、そうすることによって顔の輪郭が隠れて、なおかつここの隙間が完全に埋まった状態になります。これで両サイド下ろしてみたのですが、まあ顔周りの輪郭はしっかりと隠れて、横から見た時にここの前髪の隙間とサイドの隙間ですかねが隠れてる状態になるんですけど、ちょっとこれだと少し顔周りの遅れ毛っていうか、ここら辺がボテッと重たく見えるかなっていうのが印象です。で次は、ちょっと少なめに、先は結構こう横を完全に覆いかぶすような感じで全部出したんですけど、次は少しちょっと少なめにバランスよく一回出してみます。でまあ出す位置なんですけど、まあここの頬骨を隠す位置でまあだいたい1センチぐらいの束で髪の毛を下ろします。でその次に出す位置なんですけど、これだけだったらちょっと隙間が結構出すぎて、またちょっとなんかあんまり見た目的には良くないかなと思うので、次にこのちょっとこう、まあ、お人形さんなんであれなんですけど、ここにこうボコッと出てるところがあると思うんですよね。こう三角になってるところのところを次にちょっと下ろしてあげます。そこもだいたい1センチ束ぐらいで下ろしてあげます。だいたいこことサイドの髪の毛のその頬骨に隠すところとこの三角になっているところを今下ろした状態になってます。これでちょっと両サイド下ろしてみました。こっちもこう隙間が少し出てる状態、こんな感じですね。でこのぐらいの隙間だとちょっとこう髪の毛を巻いたりとかしたら少しこうボケたりとかしてくれるので、だいたいまあ前から見た時の印象でそんなに重くも見えないし、あとはまあこの顔の輪郭も隠れてちょっとこう後ろのここのなんていうんですかね、エラの部分ですかねっていうのも少しこう隠してくれる効果があるので、ちょっと小顔効果になります。あとはまあちょっとストレートの時よりは多分ちょっとこうコテで巻いてる方があの動きが出てバランスが綺麗かなと思うので、またコテを使ってまあ一個一個分けて巻いた方がいいかなと思うんで、まずはこの三角になっているこの部分ですねを中間から入れて毛先に滑らして、まあ大体このぐらいのカール感が出るぐらい、顔周りもそうですね、中間から入れてこのぐらいのカール感がつくぐらいで巻いた後に少しだけほぐしてあげる。ほぐすというかこう毛束をこう広げるような感じですね。すると少しこうルーズ感が出つつ、ちょっとこの隙間も少しもっとボケてくれるかなと思うので、ちょっと隙間も埋めつつ広げてあげるとよりバランスがよく可愛く仕上がります。
反対側も同様に中間から入れて一回転だけさせます。で、その次にカールを広げてあげます。これが前から見た印象です。結構まあ巻いてあげることによってこう抜け感というかルーズ感がしっかりと出て、で横から見た時もまあ中は割れてるんですけど、そんなになんか気にならなくて程よいぐらいのこう遅れ毛の感じが出てるかなと思うので、まあバランスがいい遅れ毛の下ろし方はこのぐらいの感じで巻いてあげる方がよりスタイルには合わせやすくなってくるかなと思いますので、こんな感じで遅れ毛の下ろし方よかったら参考にしてみてください。